セレッソ大阪は、新藤そして、上里といったこういったところが怪我で戦列を離れています。まあ、今日香川メンバー外となっている状況です。アグレッシブにエネルギーをどれだけ使えるかというところは注目かなと思いますね。はい、前の強力な3人にいい形でどれぐらいボールを渡せるかというところは一つポイントになってくると思いますので、はい、入りのボールの動かし方と前線の渡し方というところを最初見たいなと思いますね。緑のシャツ、左にエンドがホームの東京ヴェルディ、そして右から左へと攻めていきます。今日は白いシャツ、中に山田大輝がいます。そして山井美は今ニアに走っていきましたが、そちらは使わず中へのボール、さあ高く上がります。そしてシュートだ、ナイスキーパー。シュートまで山田大輝行きましたけども、ここはキム・ジンヒョンのセーブです。遠目から狙っていった、少し無回転でしたでしょうか。いや、もう持ってますからね、はい、距離関係ないですね、うん、彼の前は。しかしまたすぐにベルディーボールになってしまいます。南からのクロス、ここは跳ね返していきますトレイミ。そして南からシュートだー、惜しいシュートでした。さあこのバグをカットしていく上場の落とし、そしてカピシャーバー、カピシャーバーには山田風紀がついていきました。ここはファール、そしてカードが提示されています。さあチェックが終わりました。どう判断するか、オンフィールドレビューの結果今呼ばれますが、山田これはイエローはなくなって、そして一発レッドということになります。足の裏でふくらはぎに行ってしまいました。これが一発レッドの退場という。キープをしながらまだキープ、ここから振っていった、キーパーの正面、またスキャッチをしています。そしてここで前半終了の笛ということになりました。後半がスタートをしました。後半はセレッソボールで始まっています。右にエンド、一度南はスローイン下げていきますが、さあダイレクトで中に入れていったボール、PK です。改めてちょっとご覧いただきたいと思いますが、スマシマですか。はい、そうですね、まあ、早くボールに反応したっていうところと、クリアしようとしたセレッソの奥の足が入ったんですね、はい。先ほどのキックオフ早々の長いボールセレッソがボックスの中に、はい、奥野の砂島に対するファール、これが PK、 その PK キッカー弱み決めた、キーパーキム・ジンヒョンも同じ方向飛びましたが、その手の先でした。しっかりと決めていきました東京ヴェルディ山見、監視はしっかりしておかないですね。さあカイラルから長いボール、レアオセアラを走らせています。ヨセアラ、左ライン際にはタメダ、そのタメダに渡していきます。アンダーラップで船木が上がる、こちらは使わずに一旦田中へ、田中から縦パス入れる、さあこれヨセアラだ、やはり取ります。 J1 得点ランキングトップでヨセアラ今日も取りました。追いついたセレッソ大阪、まあ、これですよねセレッソはね、一応右の船木左で、はい、トリーム真ん中中央で、さあここはルーカス・フェルナンデスからレオセアラだ、浮かす、そして飛び込んだが届かない、これファールはないようです。ここは平野から横に流して田中俊太から縦パス入れる、そして持っていくか、ナイスキーパー、あの位置に平野が入っていっていました。まだあるルーカス・フェルナンデス、シュートだー、柴山からのボール、またこのボールを拾っていきます。ルカス・フェルナンデス、スルーをしたレオセアラ、もう一度もらう動き、浮かすーバーの上、惜しかったですね。渡辺からの、ここで長い笛ということになります。結局は1対1、勝ち点1を分け合いました。